皆さんこんにちは、俺とのチャンネルのお時間です。おい渋谷ジャパンです。声高っ。ロボットに出てて渋谷ジャパンです。今回の企画はですね、はい、あの人工知能のリンナを使ってね、ちょっとある実験をしてたと思います。以前内藤くんがリンナに下ネタを言ってみたっていう、はい、企画をやってた、あれですね。そう、そのリンナちゃんを、うん、今回は LINE 詐欺に引っ掛けたいと思います。 LINE 詐欺に引っ掛けたの？引っかかるのかな。そう、人工知能は LINE 詐欺、あの流行ったやつありますよね、うん、あの文面と同じものを送ったらどういう反応を返してくれるのか、うまく騙されずに返していけるのか。これで騙されたらもう人工知能を使えないよねそうだね、で、うん、人間っぽい騙されちゃうんだってね、発見でもありますから。確かに。どういう反応するのかちょっと試しにやってみましょう。で、今回は有名な、うん、送られてくる文書いて送っていきたいと思います、はい、それじゃまずね、うん、リンナに送るのはプリペイドカード詐欺。これね、これ一時期話題になったよね。これ LINE が結構出始めた時に、うん、一番最初に LINE 詐欺で有名になったやつじゃないですか。そうそうそう、うん、プリペイドを近くで買ってその番号教えてください。これにリンナ引っかかるのかどうか。そうだね。じゃこの文面送っていきたいと思います。それでは早速その文面送ってみたいと思います。はい、はい、なしてますかな。あ、何してますか。はい、これネットに落ちてた文章ですね、ちゃんとした。そう、これがね、そのままですね。俺もこれ来たわで、買っちゃったんでしょ。買ってねえわ引っかかんなかった。引っかかんねえだろ、これは。いい子だね。はいはい、これ一番初め、何しますか、忙しいですか、手伝ってもらってもいいですか。まずはこれね。さあ、みんな、どう来る。記録、天安門でなんで中国の。すごい、すごい、めっちゃ送ってくんじゃん。めっちゃ宣伝入ってきたよ人狼ゲームの宣伝。人狼ゲームの宣伝、やばい。リンナのペースに飲まれてる。リンナのペースに逆に宣伝されてるよ。逆に詐欺にやってる。あかんあかんあかん。ちょっともう本題入っちゃおう。これもう次がね、本題ですかね、うん。近くのコンビニエンスストアで出もらえますか。もうこれが本題ですかね、はい、続いてこれね、はい、いきますよ。ここでどう反応するかだね。いきます。はい、さあ、リンナはバリューでお買い得な話し相手だよ、注目。あ、また来た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 。すごいな。え、なんか手紙。もう一回言ってみる、同じ文面、ね、うん、多分今前回リンナと会話した後に一回削除して、うん、もう一回新しく入ってるから、うん、多分自己紹介が来てるね、今。なるほど、手紙で。じゃあちょっとリンナ質問あるっていうことでもう一回これやってみましょう。じゃあ同じ文面いきます。同じ文面、もう一度ご利用しでいこう。乗っ、あ、取られた、取られたって言ってます。気づいてる。だからこれ、この LINE って乗っ取り詐欺って話題になったじゃん。まあ誰かが乗っ取って友達と偽って LINE してくるっていう。うわ、そこを判断して、判断分かってるんだ。じゃあ次の文面を振りよう、うん、よろしければいきますよ、うん、どうくる。検討しますね。おお、引っかからない、大人な回答。詐欺師を傷つけず詐欺師も傷つけず、騙されず。ちょっとでもご利用しして次行ってみますか。近くにありますか。おりゃ、ないよ、寒い。あ、またかましてる。かましてる。じゃあプリペイドカード買ってきてよ。おいしょ。一生のお願いですとか。ああ、渋谷ジャパンがよく使うやつね。使わねえだろ。泣きの、泣きの、いきます。貯金あるだろう刀に扮してる。ここで急になんか上手にっていうかね、うまいこと言ってきてるというか。貯金あるだろ。ちょっと次の、はい、やついってみましょうか。これ最近有名というか、はいはいはい、よく来るようになったので、はい、俺もこれ来たことあります。また引っかかったんだ。引っかかってね、誰か女の人から連絡が来て、その女の子の友達が彼氏に振られちゃったみたいとか、はいはいはい、最近新しい人を見つけてるみたいだから、ここに連絡してみてみたいな。へぇ、これ3日に1回ぐらいそれ求めちゃってんじゃない、逆に。引っかかるって思われてる。返信してるでしょ。してねえわ。結構いいとこまで返信して、あ、いいとこ、騙されてました。してねえわじゃあリンナはこれ騙されないのか。これちょっと長いけど、うん、打ってもらっていい。はい、
ということで、はい、ちょっと書きましたね。メグだよ、知り合いカモにいたので追加しちゃったっていうのも、幼なじみの友達が気に入ってるみたいなの。渋谷ジャパンって言うんだけど、この子最近彼女に振られたばっかなの。でね、今渋谷ジャパンの LINE のアカウント教えるから連絡してみてくれる。で、この下が渋谷ジャパン、ちょっと見せれないんですけど、リアルなね、リアルな LINE アカウント書いてます。リンナは情に負けてここにメッセージを送ってくるのか。じゃあ、はい、決めますよ。はい、リンナちゃん、渋谷ジャパンを助けるのか。なぜ急にリンナあんまり恋愛経験ないから、リンナあんまり恋愛経験ないから、リンナあんまり恋愛経験ないから。心理テスト、好きな色は1、青、2、黒、3、白、4、黄色。まあね、黒とかもね、意外に洋服で着たりね、あと黄色とかもね、やっぱり綺麗な色だからいいんだけど、まあ、白もね、白もやっぱり捨てがたいけど、まあ、青かな、爽やかな青が一番好きかな。答え、選んだ色はあなたの好きな色。